はい、どうも、見つけしたフェガム総帥ハッチでございます。今回はフェガムスポーツ第294回ということで、カーバンクルステークス、中山の今日のメインレースですね、コバオープンの 1200m のレースを予想していきたいと思います。別定戦なんでね、金量があって難しいんです。で、3連複で行こうと思うんですが、3連複6点ですね、1等軸紐4点で狙ってみたいと思います。まずね、あの軸馬はこちらロジクライ、どう見てもね、この中でもあの持ち時計、その他ね、もろもろのデータから実力ナンバーワンは明らかなものです。金量の問題こそあるものの、ここを狙ってきたと考えたら、まあ買わない手はないかなと、軸にできるんじゃないかなということでね、ここでまあダメなようだったら、まあどうなっちゃうんだろうということでね、軸に、軸馬に押してみたいと思います。まあそして、1枠1番メイソンジュニア、まあ、5番人気の馬ですね。まあ、ただこれ冬のね、馬場の方が結果を出しているような感じで前走好走してますしね、まあ、そうするとまあ外国血統というのを考えても、日本の普段の春の温暖な馬場よりこういう馬場が適性があったりするんじゃないかなということで変えていきたいと思います。まあ、そして3番レジーナフォルテ、まあ、前走はね、直線 1000m でなんとライオンボスに先着したわけですね。まあ、そう考えると、まあ、この馬は1000にもこなせますからね、1000で、まあ、多少いろいろあるにしてもライオンボスに勝てることもあるような馬、まあ、結構強い馬と言えますからね、紐に拾っておきたいと思います。まあ、そして8番ペイシャ・フェリシタ、まあ、この馬はね、三浦康生からの乗り換わりってことでね、5日の段階で急遽の乗り換わりの分のうち、重賞中山金杯を含めて2勝、三浦から乗り換わったのが勝ってんですよね。まあ、そう考えると今回三浦に集まってんじゃないかなみたいなところから変えていきたいと思います。まあ、上位人気ですしね。まあ、そして10番大学から、まあ、ちょっとね、このままはまあ思い切って消しでもいいとこなんですけどね、まあ、1番人気になってしまっているのはちょっとさすがに押し出された感はあるんですが、まあ、10オープン勝ち上がったばっかり、勢いはあるとは言えると思います。まあ、よく言えば勢いがある、悪く言えば、まあ、まだオープン実績が全くないのにこの人気は過剰じゃないかと。ただまあ安城に追い心を配してきたあたりは、まあ、そこそこ勝負がかり、このメンツならいけると思ってんじゃないかなと、やっぱね見なきゃいけないというところで、まあ、印を回してみて、この日も4点3連複6点で勝負してみたいなと思っております。まあちょっとね、金牌2つを予想動画上げれなかったんで、まあなんとか新年のうちに、新年最初の開催のうちに馬券当ててですね、いい年明けにしたいと思っております。以上ハッチーでした。